皆様こんにちは、ゆっくりです。今回はこの、何でもありの異種格闘レースゲーム、モーターストームをプレイしたいと思います。ちなみに今、バク転の練習中です。見てー、おい、誰だ今私のことを引いた野郎は。青いバイクに乗った野郎だった気がする。許さん、絶対に許さん。どこへ行きやがった、あの青バイククソ野郎。お、見つけたぞ。まあ、あちやがれー。おなー。ざまー。復讐もしたことですし、早速本編のレースを始めていきたいと思います。貴様らには我が愛車、スーパージェノサイドの力を見せてやろう。全員、二度とレースができない体にしてやるぜー。と、言いたいところだが、私は紳士だから、正々堂々戦ってやろう。正々堂々な。あ、すいません、よく届いてください。よし、早速私が1位というわけだ。このまま余裕でゴールしてやるよ。ぬおー、僕は死にまっしーん。やれやれ、これぐらいのハンデがないと、私が余裕でぶっちぎりの1位になってしまうからな。ハンデのためにわざと落ちてやったのさ。私ぐらいのエンターテイナーになると、レースを盛り上げるためにわざと接待プレイをするのさ。これぐらいプロには当然の仕事です。さあ、プロの走りというやつを見せてやるか。へえ、へえ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 、お兄さん、いいバイク乗ってるねえ。私のこの、イケてるバイクと交換しない？うわぁ、ごめんなさい、嘘です。許してください。よし、今度こそこのまま1位で、ぶっちぎってやるよ。で、うわぁ、ちゃんとコース覚えろよ、うぷぬしー。だがまだ1位、まだ私の時代だー。ぬおー、なんでこんなわずかな段差でこうなるんだよ。スペランカーかよ、くそー、追いつかれたか。おら。うおー、危ねえ。だが私をやるには10年早いぞ小僧。ちょ、お前ら、そこどけよ。どかないとジェノサイドするぞ。ふ、私のジェノサイドにビビって、道を開けたようだな。手開けてねえじゃねえか。許さん、くらえ、ジェノサーイド。なに、私のジェノサイドをかわしただと？面白い。私を楽しませてくれるレーサーは実に10年ぶりだ。それでは私も久しぶりに本気を出すとしよう。おら、ち、外したか。だが、私の攻撃から逃れられると思うなよ。ジェノサーイド。ふん、私は一度狙った獲物は逃がさない。なあに、君が弱かったわけではない。私が強すぎたのだ。うお、てか、タイヤこれ曲がってない？おお、やっぱり曲がってるじゃねえかー。やだ、落ちたくない。落ちたくないよー。あふん。私をあんまり怒らせない方がいい。あ、待って、さらっと抜かさないで。だから抜かしてんじゃねえよ。くらえ、ジャンピングブースト、ジェノサイドスラッシュ、決まった。って、全然決まった。てねえ、違うんですよ。ほら、なんかこのバイク、タイヤが曲がってて、うまく運転できないっていうか。え、もうタイヤ直ってるじゃんって？うるせえよ。もうそんなことはどうでもいい。よし、ハンデももうそろそろこのぐらいでいいだろう。そろそろ、目を開けて運転するかな。ちょっとどいてください。ふう、今までずっとハンデとして、目を閉じて運転していたよ。遊びの時間はもう終わりだ。開眼した私の力は、うわぁ。私としたことが少し焦ってしまったよ。実はあの看板と私はグルなのだ。私がピンチの時には助けてくれるように言ってある。さて、今度こそ本当に遊びは終わりだ。名前はゆっくりなのに、音速の異名を持つこの私のスピードについて来られるかな？おらぁ。何見とんじゃわれぇ。見せもんじゃねえぞ。うお、急にどくんじゃねえ。うお、久々に私を楽しませてくれる逸材だ。あ、おいてめえ、待ちやがれ、くらいジェノサイド。なにー、かわした。だ、と？ついに、私を本気にさせてしまったみたいだな。
こうなった私をもう誰も止めることはできない。私のスピードは音速のそれをはるかに凌駕している。もう貴様らの目では、二度と私を目視できないであろう。視聴者の皆さんに、今の私の姿が見えているかはわからないが、もし、見えているのだというのならば、多分それは、残像だ。そして私は音速を超えて、光の速度に達した。うおお、お、親方、空から女の子が。っていうか、ちょっと待って、みんな早すぎねえ、おかしくね、音速を超えたこの私が追いつけないなんて。あ、さては貴様ら、チートだな。チート使いやがったな。そこまでして勝ちたいか、この卑怯者め。まあいい、そういうことなら、見せてやるよ、このバイクの凄さじゃなく、私のテクニックの凄さをな。仕掛けるポイントは、ゴール前のストレートを。私はこんなところで終われない。終わるわけにはいかないんだ。この先のストレートで全て決めてみせる。うおお、命を燃やせー。ファイナル、スーパー、ジェノサイドー、ブーストー。あ、やめ。終わったー。私の人生、あぶい。あぶい。うおおー、どうしてこうなった。6位。ゲフンゲフン。私、実は今日風邪ひいてたんだよね。元気な状態だったら絶対1位取れたのに。まあ、もし、次があるとしたら、その時に私の真の力をお見せするとしよう。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。